チェンジですか。この画像はチェンジしていくと姉さんですか。いや、でも、でも明らかに今中の方がおっぱい大きいよ。ゆきこさんと真ん中だったら確実に真ん中の方がおっぱい大きいからね。いや、真ん中巨乳だから、あれあれ、ガチで巨乳だから。で、レイズさんが言ってた。あの服の人はすごい考えらしい。あー、確かに確かに、ササラとかね、たまねーとかね。あのロケットおっぱいみたいなあいつね、気持ち悪いんでね、やめてほしいですね。あのなんかおっぱいロケットみたいな感じで飛ぶみたいなやつがあれね、あれワンチャン、あのなんだろう、バカ太郎のババアみたいなポジションになりますよね。あのどっちかっておっぱいがされたんで肩にかけてますみたいなね。しょっぱいよこのおっぱい、しょっぱいよみたいな。ダメババーン。うん、かっけえ。ここから龍神なんで、このジャムは龍神でコンボしてるの。少し余裕出てきた。あ、なるほど、龍神か。その後、昇竜も繋がないから、ここ変わらないんだ。当てていきたいですね、しょうがないですね、それじゃあ。待って、そう。友人戦闘格、友人じゃないで、あの戦闘格と、竜巻のやつが溜まってたら戦闘格竜巻のやつで着地して一つやったら自分のじゃないの。あ、昔はあんなにしか関係なくて、関係してもっと同じ方だった。あの、アトライティは関係なく空の果てまで飛んでるんだからね。アトライティ引き出されて、反発さなきゃいろいろ上がったのに、今度はあの空の果てまで飛んでいくのがすごい大変になったんですよ。あれ、このまま強化されたはずなのに、空の果てまで飛んでいけないんだけど。そう、もうあの空の果てまで飛んでて見えない、見えない状態のコンボが楽しいキャラだったんだ。この CA さんは、友人とあと空中バンデットリボルバーがあります。そうそうそう、くるくるくるってのあれ、これの空中で出す、これバンデットリボルバーってね、あのドドドドって当てて、その後黒い直しができるっていう。まああの天空に出すと立ち系で拾えるんだとか、そういうキャラです。ああ、距離あるんですか。いや、目の前に振り切れなんかポンって出すのが一応あるけど。ああ、確かに関係か。そうそうそう、まあまあ、バンデリギルティギアですよ、じいちゃん。テニスパンツ履いてるから許されると思うなよ。ラムはパンツ履いてなくない？あの子パンツじゃない？あの子はパンツですよ。で、あの、すべてのモーションに、絶対にどっかにパンチラが入るようにっていうので、パンチラ作られてるんで。あの、どっかで必ず1フレ以上パンチラするタイミングがあるっていうのがジャンプです。まあ、ギルスギアって何にパンチラゲーなんでね。てめえ、ミリアがもろしてるからってパンチだと思うなよ。レオタードですよって、ね。あ、でもユッさんがあのこの黒タイツ履いてるじゃないですか。あの黒タイツの時に黒タイツからそのスルスルって見える、あの透かして見える白パンツは可愛いですよね。あれめちゃくちゃ好きです。
や、エロいかどうかって言うと多分エロいんだとは思うんですけど、あの見てる人すごい和む、すごいなんかあの幸せな気持ちになれる、あのなんだろう、黒タイツから透けてる白パンツってすごい心が落ち着く。無意識の前で、ああパンツな、混戦が起きたようです。ああでもなんかそこら辺の女子高生のパンツが見えた時ってかなりすごい悲しい気持ちになるんですよね。下克上なるか。あの黒地の部分が黄色かったりとかで、ね、なんか、ね。体育座りの足を開いて座って体育座りしてるんで、女子高生って。見てパンらしいんですけど、なんで見てパンなのにそんな汚れてんの？それならまだブルマの方がいいわ、ね、ブルマの子供はトランス。ここもつないで、もう今ワンループ。ちょっとダメージ伸びないね、あの後ね。あと、なんかやっぱり A とか C とかも刻んでもダメージ減るし、単発ダメでかい行動をとりあえず放して当てていく方が打撃出るんじゃねえかみたいな気がするけどね。完全に感じてるんだよ。まあ、どうで感じ、あの時の落ち合いで感じに、単発で4500出されてびっくりした。この人一発だよな、たった一発の攻撃だよな。次のカウンターですら3500しか出ねえのに。まあね、ESR700 超えてたんでしょうがないですね。700は一つの大台です。ただ、多分初心者大会とかやるときは500で区切るのがいいんじゃないかなとは思います。なんでかっていうと、まあ ZX さんが500いってるからなんですけど、 ZX さんが500いってるから、初心者大会は500以下でやった方がいいです。俺キャラ変えるって、いや、メイン幹事に変えるって。だって話が本当弱いんだもん、あいつバカにならないよ、あの弱さ。ダメージのための行動が全然 C ブッパしかない。全然 C ブッパで単発1300としてカルのコンボです。そこから何だっけ、ごえでもいい、ごえごえじゃん、ごみごみ、ジャンピー B、ジャンピー B、B、2B、波動、D 波動で、D 区内で、2700なんで、最初に1300コンボで取って、残りのコンボで1400しか勝てないんです。いや、なんで多分、あそこで、変身変形カウンターヒントから、ムーンサルトの三日月やります。上りムーンサルト三日月で、ムーンサルト3連3発で出すだけで2700ぐらい出る、2600ぐらい出るんで、変身変形を足して大体4000近くまで行くで、補正も緩い走る。でも結構コンボやってて思ったのが、三日月って同技補正あるんじゃないかなっていう。まあね、最後で区内で締めてガルダインやったらワンチャン花村でも5000近くのダメージ取れるんじゃないかっていう。それぐらいしかないよ。で、あと、あるとしたら、ミシーフェイタルの、B、B だけ、違うな、EX と駆け上がり、あれキャンセルできねえな。やっぱり B 掛けだな。B 掛け、ミシーのワンモア入ってる。ワンポアチャンセルから、
D 掛けをもう一発やっとく。で、A、ムー、A のスカルト A、A のスカルト A の D クロスカルト当てるのをガルダイン。これならもうちょっとダメ伸びるんじゃないかと。補正か。補正さんもうちょっと手加減してくれないですかね。どうあのアークさん